有価証券報告書に嘘の記載をしたとして起訴されていました日産のカルロス・ゴーン元会長ですが、視聴者の皆さんもご存知のように2019年の12月の29日突如として無断にて関西国際空港より出国してしまいました。日本政府も取り戻そうと頑張ってはいるようですが、どうも現在レバノンとの間ではそういうような交渉は全く行われていないようです。今回はその時カルロス・ゴーンが一体どのような方法で東京港区にある制限住宅、要するに自分の住居から関西国際空港までを向かったのか、私なりに同じような時間で歩んでみることにしました。やってきましたのは東京港区六本木から歩いて15分ごとの住宅街です。孫正義さんの家とかもこの辺にあるらしいんですけども、ともかくこのような大変大きな豪邸。カルロス・ゴーンはもともと日産に用意されていた大きなマンションに住んでいたらしいんですが、それはもう日産の会長をクビになった時に解約をされて、その後別のマンションにおそらくは自分のお金で住んでいたようです。それがこのお家。時刻は午後2時30分となっています。カルロス・ゴーンはこの時間に自分の自宅を一人で出発し、まずは六本木ヒルズ方面へ歩いて向かったようです。カルロス・ゴーンが現れました。なんか周りを警戒してますね。なるべく周りの人に見つからないようにと十分注意を払ってこそこそと移動しているようです。14時30分自宅を出発し、まず最初に向かったのは六本木ヒルズの元にあるホテルグランドハイアットです。カルロス・ゴーンはこの時自宅を一人で出発したとされています。おそらくはこの辺の道をこのように歩き、そしてこの先監視カメラにも映っているので足取りは比較的簡単に追うことができるようになっています。この後タクシーに乗って移動したんですが、タクシーの運転手さんが詳しくこの辺りの道のことを教えてくださいました。カルロス・ゴーンはこの画面に映っている反対車線の向こうの歩道を歩いていたようです。向かい側から人が来ればその人と顔が合わないようにちょっとタイミングをずらしてから進むなど、かなり慎重に進んだようでした。そしてまたグランドハイアットホテルのすぐ近くには六本木6丁目交番があります。カルロス・ゴーンはこの交番の前を通る前とぐるりとグランドハイアットホテルを迂回して裏側から入るような形で入り口に向かったようです。その時刻はおそらく14時45分頃、ここまでは彼の単独行動でした。ここで2人のアメリカ人に迎えられたようです。そしてその中の1人はどうもアメリカ軍の元特殊部隊で働いていた民間警備会社の凄腕のプロだったと、そのような話が伝わっています。そしてそのホテルは16時頃出発しました。そこからはおそらくそのホテルには日本交通のタクシーしか来ないことになっていましたので、日本交通のタクシーに乗って品川駅までおよそ20分かけて移動したようです。途中の道には大使館が数多くあることからおまわりさんの警備もかなり厳しいのですが、しかしこの人たちが仮にカルロス・ゴーンを見つけてもおそらくは特に何もしなかっただろうと思われます。タクシーは完全に民間のものを使いました。カルロス・ゴーンの目撃情報はこれまで全く上がっていませんし、またおそらく日本交通のタクシーの監視カメラにもゴーンの姿は映っているものと思いますが、特にそれが公開をされるということもないようです。16時20分頃 JR 東海道新幹線の出ている品川駅に到着しました。ここから先は東海道新幹線にて大阪方面に向かいます。品川駅のコンコースはいつでも混んでいますが、特にこの日12月の29日は帰省ラッシュのピークの日ということもあり、おそらくは相当の人たちが今この動画に映っているよりもかなり多く歩いていたはずです。そのような人混みの中を堂々と新幹線に乗って移動していったということになります。そしてまた品川から何の新幹線に乗ったかというのが重要になりますが、これは監視カメラなどからの情報によると新幹線ひかり521号を使ったようです。品川を出発してから3時間後に新大阪に着いたという報道がなされています。これやはり疑問なのは、東海道新幹線では通常新大阪へ行くときにはのぞみ号を使用するのですが、なぜ最速ののぞみ号ではなくそれより30分も余計に時間をかける光号を選んだのか。特に新幹線は他の人がね見つかる可能性もありますので、なるべく早く移動できた方がいいんじゃないのかと思いますけれど、なぜ光号にしたのかというのはこれは大きな疑問の対象です。これは多く2つ理由が考えられますけれども、まず新幹線光号はジャパンレールパスという外国人専用の割引乗車券の適用対象の列車であるということです。ジャパンレールパスを使えば外国人は非常に安い値段で観光用に新幹線を利用して回ることができるんですが、これはのぞみ号では使用禁止ということになっています。で、別にカルロス・ゴーンにとって、新幹線ののぞみ号であるか光号であるか割引の適用対象であるかということは、大した問題ではないと思うんですが、安い値段を選ぶために光号に乗ったのではなく、そうなると光号にはおそらく年末年始でも多数の外国人観光客が乗車していたものと思います。
さまざまな外国人観光客が乗っている中に身を隠すことができる光号の方が、所要時間の短いのぞみ号よりも都合が良かったのかもしれません。もしくは12月の29日はあまりにも新幹線が混雑をしていたので、カルロス・ゴーン一行もそう簡単に指定席を用意することができなかったのかもしれません。品川駅から自由席に乗り込むという戦法はちょっとやめた方がいいかと思います。東京から乗ってきたお客さんで自由席がいっぱいになってしまい、他の人と非常に顔を近いところで付き合わせる、ずっと立って移動しなければならないということになるかもしれませんからね。またグリーン車だったのか普通車だったのか、これはね、私は普通車だったんではないかなと思います。というのはゴーンはずっと日産側の監視下に置かれていたんですが、その24時間体制の監視は人権侵害に当たるとして、カルロス・ゴーンの弁護側から日産が訴訟を受けるということになっていました。でそのため日産も、一旦ゴーンに対する監視をやめたんですが、ちょうどゴーンはその監視がやんだその日に出国してしまったんですね。だからおそらくそんなにその監視体制が、前々から解かれるということは分かっていなかったと思うので、指定席の確保にも苦労したんじゃないかと思うんですよ。ただ必ず指定席を利用していたのは間違いありません。指定席を利用すれば車掌さんの検察を回避することができるからです。自由席だと車掌さんとのやり取りが必要になり、そこで発見をされるリスクも上がります。それからね、普通車を利用するメリットとしてもう一つ、3人掛けの座席があるということです。グリーン車の場合は2人掛けなんですが、普通車であればゴーンお付きの元グリーンベレーの、アメリカ人2人、それからまあゴーンとその3人で、1つの座席ブロックに座ることができますので、おそらく何かあった時の手助けなどもしやすいのではないかと思われます。このような座席、この3列掛け、カルロス・ゴーンはどこに座っていたのか、まあ何とも分かりませんが、マスクをかぶって、そしてまた帽子もしていたのかな、そしておそらく私は3人掛けの B 席でちょっと下をうつむいたような感じでじっとしていたのではないかと思います。この日は本当に多くの人が新幹線を利用していたはずです。その新幹線を堂々と利用していったけれども誰にも見つからなかったというのは、これは悔しいけれども確かに随分技術があることなんだろうと思います。誰にも見つかれないままに、うまく関西空港まで抜ける。意外と木を隠すなら森の中、外国人を隠すなら森の中、間違えました、外国人を隠すなら、外国人の中、光号を選んだのが、もしかしたら、そのゴーンの脱出に大きく貢献したのかもしれません。私今カルロス・ゴーンの乗った列車と同じものに乗っているわけですが、もし3人掛けの座席に座っていたのであれば、進行方向左側に夜この時間、京都の京王極寺五重塔が見えていたはずです。ゴーンにとって最後の日本見物になったかもしれません。列車は19時26分に新大阪駅に到着しました。ここからは関西空港までタクシーで移動したようです。新大阪のホームに行って、すぐ下の階段に向かい、そこから先、改札口は南口というところを使ったと思われます。ここを出るとすぐ目の前にタクシーの乗り場があります。新大阪駅のタクシーの乗り場はかなり大きいのですが、まあ、ここからおそらくもう新幹線を降りてから1分とか2分とか、それぐらいの短い時間でタクシーに乗り換えることができていたのではないかと思われます。ここから関西空港まではタクシーで1時間の距離です。ちなみにこの辺りは意外と人通りが少なく、タクシーに乗る時にもそんなに他の人から目を引くようなことはなかったのではないかと思います。新大阪駅は外国人も多く利用する駅であり、マスクなどをかぶってしまえば特にカルロス・ゴーンだということが疑われなかったということも考えられない話ではありません。しかし誰も気づかなかったというのはやはり不思議なことですが、ゴーンがいなくなってからすぐにゴーンがどこかに行ってしまったのだということが分かってしまいますので、ゴーンがどこかへ消えてしまうその前に大急ぎで移動する必要がある。そのためには自動車を使ってのんびり出国するよりも新幹線を使うしかなかったのかもしれません。関西空港まではタクシー代は15,500円、だいたいそれぐらいだと目安で書いてありました。次にカルロス・ゴーンが向かったのは、駅で言いますと関西空港駅の一つお隣、リンクウタウンというところにありますスターゲートホテルです。関西空港周辺ではおそらく一番いいホテル、東京側でもゴーンの住宅付近では一番いいホテルで、さすがに安いビジネスホテルなどでは準備はうまくすることができなかったということでしょうか。ここで、まあ、おそらくチェックインはゴーン自身は全く関与しないところで行われたと思われますが、ゴーンが一旦部屋に入り、そして皆さんご存知の通り大型のおそらくは演奏用の装置のケースに入れられたとされています。
そしてここから先、ゴーンは飛行機に乗るまでは少なくとも外の光を見ることはなかったようです。プライベートジェットの荷物として積み込まれるため、何らかの方法によって関西空港へ移動していきました。関西空港は第一ターミナルと呼ばれるところが普段ほとんど使われており、私も知らなかったんですけれども、カルロス・ゴーンはそこではなく第一ターミナルからバスで移動するか、もしくはタクシーで1メーターでは行けないぐらい離れている第二ターミナルというところを通っていたようです。このターミナルは春秋航空だったか、それとピーチのみが使っている非常に規模の小さなターミナルということでしたが、そこのまたさらに外れのところにプライベートジェットを利用する人専用のラウンジがあります。1回の利用料金が20万円とか、そんな話を聞いたことがありますけれども、こちらです。タマユラと書いてあります。ここからゴーンはプライベートジェットに乗り込みました。正確に言うと積み込まれました。なぜゴーンがこの中を簡単に突破することができてしまったのか、それはプライベートジェットというのは、それに乗り込むにあたって保安検査をする必要が、そんなにないからということなんだそうです。通常は飛行機に積み込む荷物の中に、武器とかそういった危険なものを積み込んでいないかを検査してハイジャックを防ぐ必要があるんですが、プライベートジェットをハイジャックすることに意味がありませんので、プライベートジェットに対しては、積み込む荷物が、かなり検査は甘くされると。そしてまた大型の荷物であれば X 線での検査も難しいことから、実際にはあまり検査されていないということがどうも多かったようです。現在はこの玉浦でも厳しい持ち込み手荷物の検査が行われているようですが、しかしゴーンはもう逃げてしまいました。そしてこれまでそこで荷物の検査が行われなかったのであれば、プライベートジェットを使えばいくらでも密輸ができていたのかと、そのような疑問も生じるんですけれども、これはどうなんでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたらぜひお聞かせください。では私は鉄道が専門ですので、ここら辺までで紹介は終わりにさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。